んにちは。今回なんですけれども、ハメス・ロドリゲス、彼についてね、少しお話ししたいと思います。はい、ですね、この夏のね、去就がずっと騒がれていたハメスですけれども、先日のね、リーガ・エスパニョーラ第2節、レアル・マドリーとバイザドリー、この一戦でですね、先発に復帰しています。で、ハメスがですね、レアル・マドリーの選手としてスタメンのピッチに立ったのは2010年5月21日以来だと。実に825日ぶりにですね、レアル・マドリーのスタメンのピッチに立って、います。で、ハメス自身がですね、やっぱりすごくこうベルナベイに戻って、来れて、まあ、少しね、歓喜を持っていたところもあって、まあ、唯一無二の感覚だったと試合後に言って、いますし、やっぱりね、ハメスが戻ってきたっていうのは、まあ、ジダン・マドリーにとって、非常に大きい、ことなんじゃないかなと、僕はね、バジドリー戦を見て、思いました。なので今回ですね、ちょっとハメスにフォーカスをして、進めていっていきたいと思うんですが、まずバジドリー戦のスタメンなんかはね、またしながら行ってみたいんですが、まあ、4-3-3 で、やりましたけれども、まあ、ハメスのポジションは、右のインサイドハーフ、右インテリオですね、に置かれていたと。で、まあ、守備の時はね、4-1-4-1になるような形で、これは開幕戦のね、セルタ戦でもそうでしたけれども、チナンとしては、両ウィングに守備の時にサイドハーフの位置まで戻ってきてほしいというのがあって、おそらくこの辺の意図も絡んでいて、まあ、イスコが左の、ウィングに置かれて、まあ、右のウィングにベイルが入っていたというのがあると思います。で、肝心のハメスなんですけれども、ね、僕は非常に良かったと思います。で、やっぱ何が良かったかっていうと、そのインテリオールの位置って、まあ、結構ね、流動的にポジションを入れ替えたり、動きながらプレイしているんですが、なおかつこう、ね、ベイルのことで、ね、よくこう、ベイルの良さをね、引き出していたかなと思います。で、僕が一番感じたのは、やっぱりその、レアル・マドリーからね、出ていって、まあ、レンタルって形でバイエルに移籍していってね、2年間レンタルでバイエルでプレイしましたけれども、この間から非常にこう、成熟したなと。で、何やっていうと、やっぱそこに戦術面ですね、戦術に変えると非常に高くなったなっていうのが、このバジャドリ戦でよく、わかりました。具体的に言うと、右のインサイドハーフに入って、で、右のウィングのベイルにですね、うまくこうボールを入れながら、あるいはうまくベイルにボールが入るようにこうポジショニングを取ったりとか、以前のハメスであれば、やっぱり自分がね、ファーストアクションでボールを受けに行くっていう、自分が動いてボールを受けるとかっていうのが主だったんですけれども、この試合を見ると、ベイルのところにボールが行くように動いているとか、ベイルにボールが入ってから自分はボールを受けに行こうとかっていうのが、かなり意識的にやっているなっていうのが見られて、やっぱりそれによってね、ベイルもかなり心地よくプレーしていたような、ね、印象を抱きました。で、もさらに、これで言うと、右サイドにベイルとハメスがいて、左サイドに、イスコ、そしてマルセロがいると。で、そこで両サイドかなり起点を作ってボールを動かしたりとか攻撃ができていたので、非常に良かったんじゃないかなと思います。で、ハメスのですね、まあ、この試合のこう、タッチマップみたいなものも出しつついきたいんですが、基本的にはですね、まあ、割とでもね、見るとね、トップ下のポジションにポジションを移してたりもするんですよね。でも、これが先ほど言ったように、自分が動く、自分がボールを受けるためにそこの位置に行くんではなくて、他の選手がボールを受けるために、あるいは他の選手がボールを受けた後に自分がボールを受けるように、そこにね、こうゆっくりとポジションを移したりっていうのが、全体的に見て、できていたんじゃないかなと思います。で、あとはですね、まあ、その守備のところで言うと、もちろんね、もう少しこう強度が欲しかったりっていうのはあるんですけれども、そこはですね、非常にこう、開幕戦の時も言いましたけれども、カセミロが非常に効いているので、そこは全部カセミロがカバーしていって、あとはそのクロスとの関係性、クロス、カセミロ、ハメス、この3人の関係性で、カセミロと、クロスがちょっとこうダブルボランチみたいな形でこう下がった時にハメスがこうトップ下のところにうまく入ってきて、っていうところで、ここにさらにイスコがもっと絡んでくると、まあ、どういうとして非常に、まあ、面白かったんじゃないかなと思いますし、今回のような、ねメンバーで試合に臨む時はとても面白くなっていくんじゃないかなと思います。
はい、ハメスはですね、後半12分に、ピッチを去りましたけれども、次男によるとどうやら足に少し痛みを抱えていたようだったと、当然といえば当然で、ね、彼はプレシーズンで、ね、試合に基本的に出ていないので、やっぱりまだフィジカルコンディションは、ね、上がっていないかなという気がします。ですけれどもね、最初に出た試合でこれだけのプレーを見せたっていうところ、非常にこう質の高いプレーというか、すごい目立ったわけじゃないかもしれないんですけれども、地味に、質の高い動きをして、こっちの潤滑油的な役割を果たしていたと思いますし、それがやっぱりこう以前までのハメスとは違う、新たなハメス像みたいなものですね、このレアル・マドリーでの2度目の挑戦ですね、第2章で、その片鱗みたいなものは、ね、見せたんじゃないかなと思います。でやっぱりそのサンティアゴ・ベルナベルに駆けつけたマドリースタカボですね、非常に愛されている選手だなと思いましたし、だからね、交代の時に、スタンディングオベーションで、送り出されたりとかですね、あとはそのベンチに戻る時に、次男と、がっちりと握手をして何か言葉を交わしたりとか、あのあたりもこうハメスの成長というかですね、成熟したところがですね、見て取れたかなと思います。マドリーとしてはね、勝ち切りたかったかなというところですね。それが本音だと思います。で、我慢して我慢して、あるいは自分たちのリズムでなんとかボールを試合を、ね、できるように持っていって、時折ね、バージャドリーのカウンターに冷や汗をかきながらも、全体的に見たらね、自分試合をコントロールできていたと思いますし、前半なんかはね、割とこう期待が持てるような内容だったと思います。でも、やっぱりその、後半の、ね、終盤のところでベンゼマがようやくゴールを決めて 1-0 にしたところで、やっぱこのままやっぱいつものバドリーだったら勝ち切るっていうところがね、開幕戦の時も言いましたけれども、バドリーの、ね、勝者のメンタリティだったりもするわけで、ただあれがああいった形で最後にカウンターを食らって、ポコッと失点して 1-2 の引き分けに持ち込まれてしまうと、ホームの試合でっていうのはまだまだこうマドリー課題を残しているなと思いましたし、その守備のところでその前に攻撃陣が行っている時、当然ね、次男の交代策だったりもヨビッチ入れて2トップにしたりとか、ベンシス入れてとか、ルカス・バスケス入れてとか、攻撃の選手をたくさん入れていたので、4-4にしたりとかね、攻撃に肘を傾けていたのは間違いないんですが、その後のこう、ね、リスクヘッジとかリスクマネジメントとかカウンターへのケアとかっていうのは、とても課題を残しているなと思いました。それはまた別個というかね、またこれからも見ていきたいなと思ってますし、勉強していきたいなと思います。ただそのハメスに関して言うと、このままに本当に残留するのであればね、十分戦力になる計算できる選手だなと思いますし、アセンシオが怪我していなかったり、アザルもね今怪我していなかったりするので、この間に次男のですね、戦術をもっとさらに深く理解してピッチで体現していけば、2019-20 シーズン、レアル・マドリーにとって重要な選手になれるんではないかなというね、気がします。